さん、ココちゃんとですね、今、アカネちゃんは仲良く遊んでたんですけども、突然喧嘩が始まっちゃったんですよ、喧嘩。服の引っ張り合いで、マジで大変なことになってますよ。どうしよう。どうもシュンズ TV です。昨日に引き続きアカネちゃんとココちゃんで一緒に遊んでるんですけども、そろそろアカネちゃんは帰らないといけないんです。でもココちゃんがアカネちゃん帰るのやだ帰るのやだってずっと怒ってるんですよ。ココちゃんもう時間でアカネちゃん帰らん、ねえもうやだじゃなくてココちゃん帰らなくちゃいけないの。やだ、もっとアカネちゃんと遊びたいの。でもダメなのココちゃん、そろそろアカネちゃん帰るからさ。やだ、まったくどうしたらいいんだろう。よろしくお願いします。いやいつもこうなんですよ。あかねちゃんが遊びに来てくれてココちゃん嬉しいのはわかるんですけど、帰る時になると本当にいつも大泣きしたりして暴れたりするんですよ。ココちゃん、ちょっとココちゃん何やってんの。服脱いだよ。あかねちゃん帰らない。ダメだよ、服なんて脱いだら。ちょっとココちゃん、ココちゃん、ココちゃん、聞いて。ちょっとあのね、アカネちゃん帰るのが、嫌なのはわかるよ。わかるよね、ココちゃん。でも、今、アカネちゃんが一生懸命、ココちゃんをなだめて服を着せてくれました。もう、ココちゃんは、アカネちゃんに泊まってほしいと言って、パジャマに着替えようとしたんですけども、本当にね、アカネちゃん帰らなくちゃいけないからさ、ね、ココちゃん。あ、優しいね、アカネちゃん。しっかりと、むぎゅってしてくれてる。優しいお友達だね、ココちゃん。バイバイするの寂しいの？ねえ、でも、しょうがないじゃんね。あかねちゃんもお家に帰らなくちゃいけないんだって。やだな？うん、そっか。ココちゃんね、あかねちゃん大好きだもんね。でも、ココちゃん聞いて。いい？お友達と遊んだ時は、必ず最後バイバイしなきゃいけないでしょ？やだ。やなの？いやー、どうしたらいいんでしょう。ココちゃんが帰ってほしくないって言ってずっと泣いてますが、そうだココちゃん、そうやってずっとダダこねるとアカネちゃんが怒って喧嘩になっちゃうよ。ココちゃん、アカネちゃんと喧嘩になってもいいの？やだよね。だから素直にまた遊ぼうねっていうのが大事なんじゃないかな。ちょっと待ってください。急に誰かが入ってきましたよ。あれって、よろしくお願いします。ちょっとココちゃんが泣いてるのをあかねちゃんが慰めてくれていますけども、ドアから突然誰かが入ってきましたよ。この人は一体誰なんですか。扉を開けてよいしょと、この人なんだか海賊みたいな格好をしていますね。それにちょっと待って、何か書いてありますけども、これはなんだ。冒険に出ないかエドワード、冒険に出ないかだって。ちょっと待って、ココちゃん、この人エドワードっていうみたいだけど。そうかそうか、ココちゃんが泣いてるからきっと慰めに来てくれたんじゃないかな。それに冒険に出ないかって、ああきっとあかねちゃんが帰っても新しい冒険が待ってるよって教えてくれてんじゃないかな。冒険する。ってことはあかねちゃんとしっかりとバイバイできる。えらいね、ココちゃん、すごいよ。本当は寂しいんですけども、でも、この海賊みたいな人が勇気をくれましたよ。新しい冒険に出ることってとっても大切なんですね。まさかのエドワードというかっこいい海賊のような人がココちゃんに勇気をくれましたよ。そうだよね、冒険って出会いと別れを繰り返します。だから、また遊ぼうねって言って、あかねちゃんとしっかりバイバイができるココちゃん、えらいね。そしてこのエドワードっていう人が何者なのかわからないんですけども、過去の動画見てくれた人わかると思うんですけども、今現在シュンズ TV の部屋にジャック・スパローという海賊がいるんですよ。この方と何か関係があるのかな。とりあえずあかねちゃんとバイバイしてから2階のトイストーリールームに連れて行きたいと思います。あー、ちょっとココちゃん、あかねちゃん、また遊ぼうね。よろしくお願いします。そ
て、あかねちゃんとバイバイして2階のトイストーリールームまで来ましたよ。このエドワードというかっこいい海賊のような人とともにですね、おもちゃの皆さん聞いてください、聞いてください。今1階のリビングでココちゃんとあかねちゃんが楽しく遊んでいました。そしたらなんとエドワードという海賊、なんかジャックスパローの周りにバズとかトゥイッチとかが集まっていますけども、あ、シュンさん、シュンさん、レックス、どうしたの？ジャックスパローってとっても強いんだよ。ロッキーとかトゥイッチ、筋肉ムキムキのおもちゃたちがみんな憧れてるんだ。そうか、確かにジャックスパローってかっこいいだけじゃなくてとっても強いですからね。本当だ、ロッキーとかが羨ましそうに見ていますよ。あ、そうだ、ジャックになんだか似ていますけども、じゃ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 ーん、エドワードという名前の海賊が現れてくれましたよ。うわ、ジャックと並ぶとなんだかとっても似ていますね。はっはっ、ティア、デュークカブン、ああ、ジャックは言っている、これは自分の父親だったら、 Yes, we Canada。 父親？エドワードも海賊で、ココちゃんの鳴き声が聞こえてきたから勇気を与えるためにシュンズ TV の部屋に入ってきたみたいだ。そうか、エドワード、ココちゃんに勇気をくれてありがとうございます。冒険ってとっても楽しいですからね。あ、そうだ、何でも知ってるスマイリーロックさん、あ、このジャックの父親のエドワードは言ってますよ。伝説の宝、ポーションを探し歩いてるとね、それを絶対に見つけて自分のものにすると、そう言ってますよ。そうか、ジャックも伝説の宝ポーションを探しているみたいですけども、父親のエドワードさんもそうだったんですね。あ、そうだ、おもちゃたち、みんなで一緒にその伝説の宝を探してあげませんか？ジャックやエドワードさんたちのために。冒険ってなんだかワクワクして楽しいですよね。それに冒険は出会いや別れの連続。ココちゃんはしっかりと笑顔で、あかねちゃんにバイバイができて、また遊ぼうねと言っていました。これも全部勇気をくれたエドワードさんのおかげですね。そして引き続き、その海賊たちが狙っている伝説の宝ポーションをみんなで一緒に探したいと思います。それでは皆さん、またお会いしましょう。さようなら。ママ、ああ、我々の作戦は完璧だぞ。伝説の宝のポーションがどこにあるのか私は知っている。そして多くの海賊たちをシューズ TV の部屋に集めれば、そのポーション欲しさにみんなで乱闘が起こるだろう。プロスペクターに質問です。ブラックシューズ TV は見てますか？ああ、ブラックシューズ TV はシューズ TV のサブチャンネルだな。たまに見ているぞ。シューズ TV を倒すための作戦を立てれるからな。そうだろ、ロッツォ。やあ、こんにちは。何をしているのかね？海賊たちはとても強いぞ。シュンズ TV は確実に潰されるだろう。ロッツォに質問です。暴れん坊将軍仲間にしてください。ああ、それを仲間にしなくても、今回海賊たちが暴れん坊になってくれるぞ。不老不死の薬ポーションをめぐって、シュンズ TV は海賊どもに潰されるのだ。ロッツォチームの諸君よ。お祝いのパーティーの準備だ。ああ、そう。ここまで行っても、シュンズ TV を応援したいやつはチャンネル登録をした方がいい。ただし私にとっては敵だがな。どちらか選べ。さあどうかね。